エンボスラジオはい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第75回です。よろしくお願いします。お願いします。お願いしますはい、えー、まあ、前でおなじみ3本撮りの3本目ということで、えー、本日も大坪四郎さんに来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。はい。えー、前回、前々回とね、こうなかなかこう濃い話で,で、しかも、あのまあ、前回、ちらっと言いましたが、 あの今回来ている史郎さんはあの僕もそれからあ春日さんも大学時代を知らないということで結構新鮮な話を聞いててすごくあの政治討論会じゃないわあの議員インターンシップの話とかねすごく面白いなと思いながら聞かせてもらってるんですけど、はいえー、前回の話最後のところでこう、まあ、右表曲折というかアメリカ行ったり どんな話し行ったりして、で、最終的に、え、勝者ですかね、就職されたということは、よくったんですけども、そこから、あの、何されてたんですかと <laughs>。そんだけアグレッシブに活動されてて、え、就職されて、何してたのかというのが、ちょっとまあ気になるところなので、え、今後の展望もね、後々聞いてはいきたいんですけども、まずは、まずは、就職されて何してたのかなというところで、お話をお伺いしていこうと思います。そうですね。えっ、ー、と、まあ、あの、 まあ先ほども言ったように、商社に入って、で、まあそこからやっぱり商社に入ったら皆さん、あの、その配属がどうなるかっていうのは気になるところでして、まあ僕は結構大きい、そのインフラとか、まあそういう仕事がしたいなっていうのを言ってたので、で、まあそれで、まあ願い叶って、えっ、ー、と、プラント部門に配属になりまして、で、えっ、ー、と、プラントの中でも結構こうエネルギー関連のプラントだったので、まあやっぱりそういうエネルギーが強い国、 を足場にしてるような、あの、まあ、まあ、部門ですね、チームに。配属されたんですけど、はい、えっと。まあ、あの、僕がいたチームは、その中でも、さらに国を分けて、えっと。まあ、シーア圏、プラス中国。なんで、はい、えっと、が、えっと、メインの。チームだったので。うんうん、えっと、同じチームの中には。えっと、中国語はできる人。あと、ロシア語はできる人。っていう二種類。が。いたんですね。はいうんうん で、えー、っと、まあ、そんなこんなで、やっぱり最初はみんなどこで何をするかっていう、焼きもきしてるわけで、まあ、本当に研修が終わって、割とすぐの時に、うん、えっとですね、飲み会があったのかな多分、部門長飲み会みたいな、そう、まあ、新、うん、新入社員ウェルカムパーティーみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあ、えー、っと、そんな中で、えー、っと、まあ、部門長に、お前は中国語とロシア語だったら、どっちがいいっていうふうに言われて、 で、まあ、当時、なんとなく中国語って、こう、まあ、親しみじゃないですけど、まあ、中華料理が好きだったりとか、そういうのであったんで、うん、まあ、ここ思い切って、ロシア語って面白そうだな、っていうふうに言ってみたんですね。うん。そしたら、なんと、翌週に、ごうずお前、半年後に、ロシアに行ってくれと、言われまして。<laughs> で、まあ、もう、超驚きですよね。まさかそんな1年目の途中で、そんなこと言われると思わなかったので、うんうん そしたらまあ課長なんかももらいながらまあよくあるんで愛の飲み会での発言は結構本当になっちゃうからなっていうことで、うん、まあまさかわ私にその白鼻矢が立つと思わずうん、うん、でえっ、ー、とまあ結果的にですねその2年1年目はまあ東京でまあ出張しながらそういう新しいプラントの仕事を覚えつつで2年目からはもう早速えっ、ー、とロシア語研修生って形で、えー、とロシアに派遣をされて、はい ま、そこから私の、あの、長く暗いロシア生活が <laughs> <laughs> 始まる <laughs> わけですね。はい。フレハマはすごいですよね。アメリカから東南アジアからロシアっていう。うね、はいロ。ロシアはどちらに置いたんですか<今>ロシアの。ロシアはサンクトペテルブルグですね。はい。あ一番の西の。うん、はい。なんでヨーロッパとこうロシアがちょうどこうミックスされたような、すごい綺麗な街ですね。うん 結構文化的で、まあ日本で言えば京都に近いんですかね。こと、うん、ですね。で、えっ、ー、と、勉強にはまあ持ってこいの環境っていうことで、モスクワではなくてそっちに行くことになったっていうのが、まあ最初選ん、場所を選んだ理由ですね。で、まあロシア、も語学研修生なんで、まあよく商社であるって話なんですけど、まあ一年間もう本当にロシア語だけを勉強する、勉強することがまあお仕事ですよ、というところで、まあすごいプレッシャーをかけられながらも、まあ一年間、 まあ、勉強したっていうのが、えっ、ー、と、スタートですね。うん、で、あれ、どんどんこれ、言っていいですかね。ってください,い、ってください,い。はい。まあまあ、まあ、ロシアでもいろんなことがあって、うん、まあ、1年間勉強して、まあ、メインは勉強なんで、特にそれ以外はないんですけど、はい、まあ、でそこから、まあ、その、ロシア語を使って、まあ、仕事をしてくださいってことなので、 実はもともとその、あの、プロジェクトありきで派遣された部分もあって、で、まあ、結果的にその後、一年横移動でそのままカザフスタンに入ることになったわけですね。<laughs> 日本に帰らずですか、そこは。帰ら,帰らず、帰らず。まあ確かに、ドシアゴ圏ですけどもって感じですよね。サンクトペテルブルクで、<laughs> でね、まあ、毎日勉強、本当に勉強だけするんですかその語学研修。本当にもう、一日もう10時間ぐらい勉強。やっば。しかも、当然ロシア語なんですよ。つらいですよ。 はい。やったことない状態で行くわけですねあ。あ、そうです、そうです。僕はもう全くロシア語、第二外国語もロドイツ語だったんで、全然関係ないんですよ。うん、全く興味もないし、うん、国際の授業でロシア語、ロシア絡みの授業も取ったことないし、うん、はっきり言って <laughs> 興味もないし、知識もないしで、うん、本当に。飲み会の飲みに行っただけ。あ、そうです、そうです。本当に。全然何の意図もないですね、それには。意味もないし <laughs> ど。どうだったんですかでロシアの1年間って。 いやーでも、楽しかったですね、そういう意味では。すごく、新しい刺激がたくさんあって、本当にそういう意味では、全く知らない世界だったので、めちゃくちゃ面白かったですね。もう全然、下知識ないからこそ逆にいいんでしょうね、その辺は。本当に面白いことばっかりでで。 まあもちろん語学もそうなんですけど、その生活することも、まあ仕事、まあちょっと大げさですけど、まあでも、例えばレストランに行ってちゃんと注文ができるとか、うんうん、あとそのサンクトペテルブルクで起きてることをしっかり理解するとか、うん、あとは文化に親しみを持つ。なんで、まあなるべくロシア人の友達を作って家に行っておッカを飲んだりとか、うんうん、まああの、まあロシア料理に,に親しみを持つとか、うん、まあそういうのも、あの仕事の一部なんで、まあ本当にもうなるべく 日本語、英語を使わず、もう携帯からテレビまで全部ロシア語にして、ね、どっぷり、ロシア語に、ロシア、ロシアに使うっていう一年だったんで、うん、非常に濃かったですね、そういう意味では。それって実際、本当の、まじ、本当の本当のゼロで言ったら、どんぐらいからロシア語で、はい、1>, で1年後にはロシア語で仕事しなきゃいけないっていうフレ,レベル感じゃないですか、ピカンとして。どんぐらいでキャッチアップできてくるんですか、それって。 いやー、でも、ま、一年間、一日十時間勉強しましたけど、やっぱりそれでも、まあ足んなかったかなって感じがしますけどね。うん、あの、やっぱ文法だけ、文法をやるのに半年ぐらいかかる語学なんですよ。うんうん、なんで、多分本当に英語、中国語とかと違って、非常にこう難解な文法で、その仕組みを理解して今度は発音とか、ま、その、要はちゃんとそれを使えるようになるっていうので、またさらに半年。うんうん 一生懸命やったって感じなんで、ようやくこうもう一周って言ったか、まああれ、語学的にはまあ一回りしたかなって感じで終わったってとこだったんで、まあ実践はもうこれからって形だったんでいいですけど、うん、でもまああんまり自信を持った状態では出れなかったですね、正直。おおそんだけやっても、うん。そうですね。難しいですね。だから結構まあ、いろんなやっぱ語学研修やってるといろんな会社の人が同じような境遇で来てて、もうみんな結構その辺は、 まあ、バチバチじゃないですけど、まあ、あの、すごく仲いいんだけど、やっぱり、お互いのその勉強の進捗具合には、こう、結構、まあ、気になるというか、うん、あとはロシア語検定みたいなのがあるので、うん、まあ、彼は何級かった彼女は何級かったそういう話をやっぱりみんなしてるんで、まあ、そういった意味では、結構、まあ、厳しい勉強環境というか、うん、まあ、語学的にむな難しいので、すごく、えっ、ー、と、まあ、ストイックにやったって感じですね。い さんまたお聞きするんですけど、首藤さんが見るロシア人ってどんな人なんですか <laughs> いやー、ロシア人、難しいっすね。でも、あんまり攻撃的な,撃的なこと言いたくないからな。まあでも、うーん、攻撃的なこと言いたくないからなって言いたくなっちゃう。言いたくなっちゃうことももちろんあるし。うんはい まあでも意外とロシア人ってピュアですよ。うん、あの、なんかやっぱりこうプーチンのイメージとか、なんかロシア軍のイメージとかあるから、うん、やっぱりこうマッチョな強わもなイメージが強いですけど、結構ピュアなところもあって、うんうん、まああの、もちろん見た目も綺麗だし、うん、心もまあ割とそういう意味では意外と撲つというか、まあ、あの、濁、うん、りきってない、結構単純というか、うんうん ななののかなと思うので、心の裏をすごく読もうとしなくてもあの話ができるっていう意味では、うん、すごく付き合いやすい人たちなのかなと思いますけどね。うん、<ー>確かに。僕なんかロシア人はまあ心身ともにマッチョなイメージがあるんですよ。心身ともにですね。ははい、はい。でも一方でその親しくなるとまあ。 あのお互い片言の英語分喋ったりとかしてると、あのピュアさっていうのは確かに、あの言葉の裏読まなくてもっていうのはなんとなく分かる気がします。う結構、柔道も強豪国,強豪国なので、何度かロシア人の方と話することはありましたけど、はいはいはい。はい、でも,いす、ねでも、マッチョな人多いですよね。<laughs> 多いって多いですマッチョな人結構いますよね。<laughs> はい。うん、だからそういう意味では結構、あの、 思想的なマッチョっていうのは、アメリカ人の結構マッチョかなと思います、ねうん、頭がマッチョというか、<laughs> <ー>マッチョマンな感じですね。で、また、そっから横スライドして、カザフスタン、うん。そうですね。日本に帰らず。帰らずでしたね。あの、一応語学研修なんで、うん、あの、ロシア圏からは出るなっていうのが一年間おしがあって、まあ日本も帰れないし、 うん、一応他の楽しい国にも行けず、まあずっとロシアの中で、旅行するんだったらロシアにしてねって感じだったんで、まあそのままですね、一年間終わって、横に、旅行移動で、まあ、カザフスタンに入ることになりました。カザフスタンに行ってからはもちろんお仕事というか、研修は終わりそうですね。仕事で。研修は終わりですね。はい。何をされたんですか、そのカザフスタンで。えっと、まあちょっとさっきも言いましたけど、あの、エネルギー絡みのプラントなので、 えっと、カザフスタンは、あの、まあ、本当に資源が豊富で、で、特に、あの、まあ、カザフスタンの西の方に、の、ああアッティーラウというところに私はいたんですけど、そこにカシピ海って大きな、うんまあ、海があると思うんですけど、うん、あそこで要は原油が、まあ、ザクザク掘れるわけですよね。で、その原油を、まあ、まあ、運んで、それを、えー、ガソリンに変える製油所、うん、で、えっ、ー、と、まあと、たまたま、 あのプロジェクトがあったので、そこのもう工事事務所にそのまま入ったって感じですね。なんで、<お>えっと工事事務所の、えー、っとで仕事、現場の実務。うん。カス、うん、って僕,、うん僕あの、西側の方のが資源あるようなイメージがあったんですよ。あの、アゼルとかジョージアとかの方がなんか資源ある、はい、あイメージがあったんですけど、はいはい、東側の方でも結構、そうですね。資源ってあ,るんで、ね、ありますありますね。あめちゃくちゃありますよ。 あそこはもう、もうどこでも取れるって感じですね。あ、そうなんですか、ね。南はイランで、北はカザフスタン。うん、で、西がそれこそアゼルとかですよね。あ、西かすいません。あ、そうそうそう,そう,そう。はい。はい。はい 実際仕事をスタート。まあ、本格的に仕事をしだしたっていうのは多分そのたい三3年目に入られたタイミングだと思うんですけど、実際で,、はい、で、しかもロシア語でっていう中で仕事されていくっていうのは、どんな感じだったんですか難しさとかいやー、もうめちゃくちゃきつかったですね、最初は。本当に、あの、やっぱコミュニケーションもまだまだって感じだし、あと仕事自体も本当に非常に、まあもうドロドロの世界ですよね。まあ、現場なんで、現地で、 ゴリゴリやんなきゃいけないんですけど、うんうん、まあ、あの、ま、難しい世界だと感じましたね、非常に。なんでも、もちろん、その、えっと、ビジネス的な基本っていう話もありますけど、もはやそういうのがあんまり通用しない世界ではあったんで、その名刺を渡して、ね、うん、あの、丁寧に挨拶しましょうとか、そんなの本当に関係ないような世界で、1年、まあ結局1年半ぐらい行ったんですけど、もう、現場の、まあ工事用の、そのなんですか、作業着を着て、うん で、もう毎日臭い声優所に入って、うんうん、まあ、あの、声優所のオーナーさんたちと話をして、まあ、日本人の、まあ、メーカーさんを連れてきて、一緒に仕事をするっていう、まあ、そういう結構、まあ、うん、泥臭い感じの仕事をしてましたね。非常に難しかったですね。難しさを感じるっていうのは、やっぱその仕事、イメージしているものが通用しないっていうところが難しかった。それとも,も、触れるものも初めてだしっていうところ。 うんそうですね。イメージしてるものも通用しないし、あと、うん、イメージしてるものを伝えきれないし、最初は。あとは、まあ、仕事もやっぱり難しいし、まあ、あの、当時はその、声優上の設備を、あの、まあ、近代化する、アップグレードするための、あの、新しい機械を世界中から買い集めて、うん、それをまあ、現地に、あの、搬入して、で、据え付けるっていうのが、まあ、我々の、まあ、いわゆる EPC って言われる、その、 仕事でして、それの、まあ、主に調達から、まあ、製付けっていうところを、まあ、まあ、P から C ですね。まあ、プロキュアメントからコンストラクションまでを現場でやってたって感じですね。なんで、うん、まあ本当いろんなことありました。あの、リアク、まあ、リアクターっていう反応器があって大きい、その要は化学反応を起こさせる、すごい鉄の塊があって、はいで、それを運んできたんですけど、途中で、あの、トラックからその反応器を落としてしまって、うん、もう、 もう何百億、何十億、まあそういうお,お金が動く、まあ要は誰がこれを責任を取るんだとか、うん、その道路の,あの管理がなってなかったとか、もう本当に、まあちょっと想像少しできると思うんですけど、そういうまあド泥ロドロですよね。うん、まあそういう結構もうアクシデントが本当に頻繁に毎日起きるような世界だったんで、あの全くそのオフィスで一緒に座ってるのとは全然違う世界が毎日目の前で繰り広げられていて、 まあ結構精神的にも、あの、すごく負荷がかかってたし、あの、まあ学ぶことは一方で多かったものの、結構まあきつかったなっていうイメージが今思えばすごく強く残ってますね。ああそうすか。一<ー>年半きつかったと。いや、本当にいろんなことがありました。ちょっとまあ言えないようなこともたくさんあったし、<laughs> はい、本当に盛りだくさんな、<laughs> はい。本当に盛りだくさんな日々でしたね。 僕も、ねえー、社会人3年目で海外取引をしてるんで、うん、タイミング的には同じなんですけど、うん、その前に私一応1年日本で実務やってから行ったんで、うん、しかもその時は中国担当したので、そこまで大きくっていうのは、まあ、きついはもうちろんきついんですけど、うん、そこまでの、やっぱ柴田さん語学の勉強してそのまま放り込まれてるっていうのは、まあ、かなり想像する世界なのかなって気がしますね。はい、その中で,で、ね、カザフ人ってどんな人なんですかカザフ人は、 えっと、まあ、もっと、ロシア人よりもっと単純です、さらに。えー、なんで、えー、っと、まあ結構やっぱ田舎っすね、そういう意味じゃ、うん、あの、そんなにおに人口もそもそも、あの、1700万人ぐらいしかいないような国なので、うんうん、で、国土は世界で9番目に大きいっていう、要はスカスカなわけですよね。なんで、あんまりこう、中国、まあ中国みたいなバンバン、あの、何でもあってビルが建ってっていう世界ではないんで、結構こう、うん なんだろうな、単純で、まあ見るものは YouTube か WhatsApp みたいな。うん、で、えっ、ー、と、だから情報もか限られてるし、要は行くとこも限られてるし、うん、結構こう、うん、単純で、えっ、ー、と、割と、まあせ、なんだろうな、うん、結構欲求が強い,、うんいや、すごく人間的な人たち、うんで。元々は遊牧民なんで、あそこってシルクロードの途中なんで、うんうん だから、まあ、あの、心は牧突なんですけど、牧突な人たちにちょっとこう、毛が生えて、近代的な、こう、うん、えっと、刺激が入ってきて、うん、今それに頑張って、あの、そこにたどり着こうとしてる人たちっていう、そんなイメージですかね。お同じロシア圏でだいぶ違いますね、そうですだいぶ違いますね、そういう意味では。なんで、ロシアは、そうですね、ロシアはすごく文化的で、文化がすごく深い国だと思うんですけど、 カザフスタンってそういう意味では遊牧民で結構そういう意味では、あの、ゲルを持って移動してっていう、うん、そうもう、すごく人間的で、例えばよくわかりやすいのは、とにかく食べる。うん、本当に肉の消費量がめちゃくちゃ多い国だったり。うん、だからやっぱり人を家に呼んでみんなに肉を食って酒を飲むっていうのがすごく好きだったり。うん、まあすごく人間的だなっていうところで、あの、結構、あの、日本人としては割,割と学ぶものも、 多いですね、彼らからは、うん。そんな生活を経て、まあ、トータル足掛け2年半、3年弱ぐらいを、うんうね、いきなり過ごされて日本に帰ってこられたんですかね。<laughs> <間>そうですね。はいで。どのタイミングで現職に疲れるっていうか、そのきっかけのところだけ、ぜひこの先聞きたいな。えっと、そうですね。えー、っと、まあ、それで、 ロシアから帰って、あロシアカザフスタンで帰ってきて、で、しばらくそう同じような仕事を東京でもしてて、はいうん、で、6年ぐらい経つぐらいの時に、まあ、あの、自分の中では、まあ、仕事的にも、まあ、一周というか、まあひと、一通り見,見れるようになってきたなっていう感覚があって、で、この後どうしようって、やっぱ、一回考えるためがあって、うんうんうん で、えー、まあ、もう一回この二週目をして、どんどんその自分の、あの、知識を深めていくのか、新しいことをするのか、っていうところで悩んでたんですけど、うん、まあ、なんとなくこう、あの、自分の立ち位置をいろんなとこに、あの、身を移す中で、振り返ることが結構あって、で、まあ、要はその、商社の業界の仕事っていうのは、まあ、先人たちが築いてきた、まあ、流れみたいなのがあって、うん、まあ、それをやっぱりずっとレガシー的なものを、 まあ、あの、繰り返してやっていくっていう部分もあったんで、まあ、これって僕がやんなくてもできる仕事だなって思ったので、自分の人生の中で、こう、もう少しこう、今しかできないこと、新しいことをやろうっていうふうに、ちょっと自分の中では考えてたんですね。で、その中でまあ、えー、っと、今世界で一番、あの、影響力があって、これが伸びるだろうなっていう会社っていう軸で、ちょっとこう、あの、外に目を向けるようになりだして、結果的にまあ、 えと自分の中の答えっていうのが、まあ、まあ今の会社だったっていうので、うんうん、えっと、そこで、まあ思い切ってここはもう外に出て、自分の人生で、あの、これから変わっていくだろう世界を見れる場所に行こうっていうので、えー、と転職っていうのを決意して、今に至るっていうところですかね、うん。その中でまた海外バタに戻ってきた、中国にやってきた,た、うん、そうですね。はい。<ー>まあでもやっぱり、自分の中で、その、 まあ、強み、強みじゃないですけど、その対外的にこういうことができますよって言えることって、もちろん限られてる中でも、まあ、あの、そういう、さっきもちょっと言いましたけど、その海外に対する体制もありますよと。うん、で、まあ、現場でいろんな話をして、えっ、ー、と、まあ、新しいことをやるような、えっ、ー、と、意欲はありますっていうことを、まあ、結構話をしてて、まあ、そういうのが、えー、そういう、まあ、需要があったっていうことで、えっ、ー、と、今に至るんですけど、 まあそういう意味では海外っていうのはどうしても、まあ自分の思い求めるものでもありますし、まあ付きまとって、付き回ってくるものなのかなと思うので、まあ結果的にそれで上海に行くってことになった時には、まあ喜んでって感じで出てきてましたね、うん。そう。そして一部で話されているようなお仕事を今されていると、うん。うん、そうですね。<laughs> はい。まあ時間がかかって、まあ転職して、 で、本当はすぐにあのもう上海に行ってくださいっていうあの前提だったので、特に人気とかもないんですよね。なんで、えっとまあ、ただちょっとコロナの影響で1年間ぐらい行けなくて、まあ、ようやく去年の2月頃に行けて、で、今ちょうど1年ぐらいが経とうとしてるってことですかね。今後も多分長くなると思います。いやーあー また濃い話をですね、いただいて。<laughs> <の> <laughs> いやこ<ー>の白さんがじゃあ、うん、いつもこのラジオを最後聞いてるところですね。そうね。5年後どうん、なってみたいかっていう話をいつも最後にゲストの方にはしていただいてるんですけど、白さん、この後の5年後はまあどこにいるのかも含めてなると思うんですけど、はい、なんかやりたいこととか展望 <laughs>、ね、っていうのをぜひ最後聞かせていただきたいなと思うんですが。あの、 多分求められてる回答じゃないかもしれないですけど、多分、あの、わかんないです、正直。で、僕の中では、あの、特にずっとこれがやりたいとか、そういうことは大きくなくて、ただまあ自分の中で、その、興味のあるもの、あとはまあ刺激がある場所に、まあ足を運び続けるのが僕の生き方かなと思ってるし、それが心地いいので、うんうんうん まあ、5年後正直どこにいるか分かんないし、まあ、中国にいる可能性は高いと思うんですけど、まあ、あの、自分の興味のあるものがある場所に、えっ、ー、と、いたいなと思ってるんで、この姿勢をずっと維持して,きしていく中で、自分の中で最終的に今まで築き上げた、その点と点がうまくつながって、うん、あの、社会に対していいことができればいいなと思ってるので、うん、まあ、あの、テーマはそこですかね。えっ、ー、と、うん、いいことを自分の力でできるようになっていたいっていうのが、5年後の自分、 に求めることですかね。はい。おなんかすごい抽象的ですいません。なんかいやいやなんか聞いてて、目標設定の立て方の話をたまにカードとする中で、うん、カードは逆算型で、うん、僕は加算型なんですよ。はい。で、ある種、加算型の一つの答えになる、後ろのとろそういう意味ですごく近いのかなっていうのを感じました。はい そうだね。そうかもしれないですね。安全加算型で、ただ節目節目で振,れか振り返って何をしてきただろうの、じゃあこんなことしてきたから次こんなことしたいな、みたいなのがどんどん出てくるみたいな、うん、人生の作り方だし、はい、やはりそれを維持していこうっていうところが、 そう、僕はすごく心配し、共感した部分ですね。まあ、あ、本当ですかまあでもあれですね。はい、まあ僕も多少はその逆算してる分もあって、でも大きな軸で、要は自分が引退した時に振り返ってどうかなっていう逆算で、この年でこういう感覚があったらいいなとか、まあ、うん、そういうことをふわっとは考えてますけど、<laughs> まあでも、えっ、ー、と、設計はしてないです、そういう意味は。うん、あそう、そうですい、そう,はうしてます、そう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 、まう、そ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 そう、そう、そう、 まあ不安ですけどね。それはそれで。れれで不安ですよ。あの、いろいろパッっちゃうね。<laughs> はい。まあね、それ5年後、10年後の質問って結構苦手ですねううあ。まあ確かにそうっすよね。まあなるようにしかならないし、その時のじょ置かれてる状況も絶対違う、違うというか、今のイメージと100%合致すると多分ないと思うので。はい、そうですね。ある種、なりたい像はって言われた時に、60歳とか70歳は見えるんですよ。 こんなおじいちゃんになってたいはあるけど、それになるためにどうなるかは何にも決めてないみたいな感覚がもしいですよね。それは僕も60歳どういう、どう死にたいかとか聞かれたら答えられる感じがしますそうですね。でもなんかなりたい姿とか、まああの、なんだろう、身につけたい力とか、そういうものは断片的にはあるんですけど、要はそれが一つの形にはなってないっていう感じがしますね。なんで不安はすごくあります。 はい、これだけ不安だから、やはり走り続けるというか、探し続ける形になるんですかね。まあ、そういうとこもきっとあるんでしょうね。うん、だから、ずっと座ってたら、多分ずじっとしてられないタイプだと思うので、結局、若干、刺激狂いなとこはあるんですけど。でも、はい、<laughs> そこにこうね、身を置いてこそみたいなところがね。 多分。そうですね。そうそうそう。白田の中ではある、ね、あるのかなと思って話聞いてました。<laughs> うん。そうかもしれないですね。はい。いやいいっすね。なかなか、あの、本当ここに来てくれる国際出身の方って、濃いよね、笠さんね。国際はやっぱね、ああすごい、濃いよ。うん。キャラ強い。キャラ強いっていうか、なんか、持ってるものが強いっていうか、そのなんか、 あの、なんかい、一般的に言うキャラっていうか、その人自身のこう、なんか内面から溢れて出てくるものが、やっぱりこう、濃い感じが、すごく、これまでの人たちもそうだし、うん、今日の城さんの話も聞いて、すごいね、そういうふうな印象を持ちました。僕、うん、でもいい仲間に恵まれたなっていうのは思いますけどね。いやすごいな、うん、いや大変興味が良かったです。ありがとうございます。 はいあのーまあ、この3本続けてね、聞いてもらいたい、本当にぜひね、聞いてもらいたいと思う,思うし、なんだろう、まあ、今、いろいろ語ってもらったことっていうのは、多分この、まあ、ラジオを聴いてる人が、まあ、どういう年代か分かんないですけど、ぜひ高校生とか、あるいは大学生とかにあの聞いてもらって、んかこう自分の、えーまあ、将来の歩き方の、まあ、人生の歩き方のヒントとかに、ね、なってくれればいいのかなというふうに思いました。 で、なんとかね、ぜひ、そういう人たちに、このラジオを届けたいので、これを聞いてる人、ぜひ、あの、拡散を <laughs> お願いします。ポッドキャスト、最近、なんかすごく最近ブームで、うん、えっと、この前もなんか新聞産経新聞がのどっかに、ポッドキャストブームですみたいな感じの記事が上がってたりとかして、うん、意外となんか、俺の目の付けどころがあるな、と思って <laughs>、うん。<laughs> はい、ちょっとなんかそういうふうに、あのー、最近森、 返してるメディアではあると思うので、はい、これ聞いてる人、ぜひね、あの、拡散と、えー、コメントをよろしくお願いします。はい。ということで、えー、本日もね、あの、非常に面白い話聞かせていただきました。え第75回のエンボスラジオをこの辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エンボスラジオ。